どうも、救急パラダイムのニキポンです。今日は毎日メイクをみんなに見せたいと思うので、とりあえずすっぴんになろうと思います。でも僕見せたくないな。じゃあ顔を落としていきます。メイク落としてきました。日がとりあえずすごいんですよ。僕すごい伸びるし、一日でもすぐ伸びるんですよね。そう、みんなが言いたいこと分かるよ。高幸さん似てるよね。ここまで生えちゃうもん。どこからがもみ合いか分かんないからね。とりあえずヒゲだけ剃ってきます。ヒゲ剃ってきました。剃っても青いんだよね。やば、アメリカのおっさんみたいになってんだよね。そんな青かったの？うん、やばいね。よしよし。え、もうこれじゃあメイク始めちゃうよ。誰に語りかけてんだろうね。化粧水からか。僕が使ってる化粧水これなんですけど、石器水の化粧水使ってます。僕あれなんですよ、乳液夏は使わないんですよ。汗とかで油分が含んでるからすごいすぐ崩れちゃうんですよ。だから夏は化粧水だけ使ってます。はい、塗り終わりました。はい、次は下地セザンヌのライトブルーのやつかな。ピンクやつは使ってたけど顔の色に合わなかったから、この青色のやつ使ってるます。なんか僕あれなんですよ、昔から化粧しててなんか顔だけ青白いんですよ。ひげもあるんですけど、だからとりあえずファンデーションとかコンシーラーで顔に色つけないと死体みたいになっちゃうんですよね、顔色が。で、次コンシーラーなんですけど、めっちゃ僕使うんですよコンシーラー。多分普通の人の3倍ぐらい使ってる気がするんですけど、もっとかな。もう顔全体コンシーラー。とりあえずひげ隠さないといけないんですよ。僕青くなっちゃうんですよ、僕ひげが。僕はもう死ぬほどたっぷりコンシーラーここにつけます。ふんふんふん。で、あなたに顎っすね、顎のひげも消します。僕もうコンシーラーがもう消費すごいんですよ。で、あとクマも消します。で、なんか僕ほっぺただけがすぐ赤くなっちゃうんで、ほっぺたにもコンシーラーつけます。こんな感じ、わかるかな。もう大量にコンシーラーつけます。で、でスポンジで塗ります。あ、カラコンつけるの忘れた。つけなきゃ。カラコンします。で、カラコンはキャンマジの確かシルバーを使ってる。目が、黒目が小さいからカラコンしないと目がワンパーマみたいになっちゃうんですよ、僕。はい、つけれました。で、次はリシェのリシェフォギーオンチークスってやつなんですけど、なんかあんま僕ほっぺたとかに使わないんですけど、ヒゲ？ヒゲ隠さなきゃいけないんで青くなるじゃないですか。それを目立たなくするために顎とか日が入ってるところにちょっとうっすらチーク塗るんですよ。塗り終わりました。
次はセザンヌノーズ&アイブロウパウダーなんですけど、これもいろんなところに使うんですよ。とりあえず最初鼻、もう宝塚並みにつけていいんですよ、これ結局ファンデーションで隠すんで。こんぐらい塗っちゃってください。次で、まあ、同じやつで、まあ、さっきの鼻に塗った時一番黒いやつ使ったんですけど、次また黒いやつで、ここの細い部分分かりますか、こっち側の部分使って目の下に描くんですよ。ちょっとここに僕描くんですよ。ちょっと待ってください。こんな感じでこれを片目もやります。なんかできるだけ目を大きく見せたいんで、とりあえず目はめっちゃ濃くしちゃいますね。はい、で次このまた一番黒いやつで、この大きい方まず使うんですけど、できるだけ細くつけたいんですよ。先っちょでつけて、この目のここじゃなくて上、この二重の線の方からちょっと上描くようにやるんですよ。あ、描きすぎたかな。こんな感じでやってください。もう片方も。で、こっち側も同じようにやります。体幅を綺麗に見せたいんで、はっきりさせるように描いてます僕は。あと目が大きく見えますね、こっちの方が。でまた細い方使うんですけど、でまた一番黒い方、めっちゃこれ使うんですけど、黒い方で涙袋、ここなんかここぷくってあげるとここに線が入るんですよ。そこに描きます。でも濃くて大丈夫です。これ結局ファンデーションで消えちゃうっていう、薄くなるんで、その時多分ちょうど良くなります。こんな感じで同じように片方もやります。めっちゃ少ないんですよ僕化粧品使うの。なんか持ち運ぶのめんどくさいし、種類揃えるのめんどくさいんで、とりあえず同じやつでできれば何でもしちゃうって昔からそういう感じやってたんで、はい、やりました。次にこのさっきの同じやつなんですけど、セザンヌノーズ&アイブロウパウダーの01のキャメルってやつを使います。の一番暗いのと2番目に濃いのあるじゃないですか、この間を使ってここにちょっと描くんですよ。感じですね。で次セザンヌのフェイスコントロールカラーってやつ使います。でこれ使うときは高く見せたいところに使うんですよ。後で使うんですけど、一回今の段階で使うのは、一回手でこんな感じでやって、ここさっきここ黒く塗ったじゃないですか、ちょっとの間のここに白く入れます。そうすると二重幅がちょっと広く見えます。はい、これ片方もやります。はい、で次ファンデーションですね。 MAC のスタジオパーフェクト SPF15 ファンデーションを使います。使って普通に塗っていきます。塗れました。で塗り終わったら、次さっき使ったフェイスコントローラーカラーを高
隠したいところに塗ります。なんかとりあえず鼻塗ります。ペタの上ですと、ここです。ここにも塗ります。口の下にも塗ります。とりあえず顔はこれで完成です。で、アイロンは僕クセッケなんですけど、そのクセッケとか直すぐらいなんで、それをしに行きます。はい、終わりました。で、いつもここは大事にしてるみたいになってるのは、花僕好きなんですよ。だから花出したいし、あと目を強調したいんで、目濃くしちゃいますね。で、僕の毎日メイクはこんな感じです。でもしいいなとか真似したいなとか、よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね。